写真見せてくださいって言ってこういう写真ですみたいな。はい、前澤社長がバスキアの絵画っていうのを123億円で落札して、はいはい、ゾゾスーツいるね、自分の絵を見るということをやってたんですよ。とんかつ屋さんに入った時のちょっとテーブルの上に注意書きがあったんですけど、うん、風の強い席ですって書いてありましたこれ室内ですよ。なるほど、いいですね。歌舞伎行きましょう。はい、あの僕、トトイトシネマで流れてる街ブラ番組のレギュラーさせていただいてるんですけども、温泉卵、ね、はい、うん、あ、生卵パンです、生卵パン、はい、丸4年出させていただいてまして、丸3年経ったぐらいの時に地元でちょっと僕のファン感謝祭というか番組で企画してもらって、その時の写真がこちらですえ、ジョイマンの握手会のやつじゃんこれ。でもまさに、はい、本当だ。これは何、開始前とかじゃなくて、でも開始30分経ってますかね、もうコロナ禍の最近だったから。ああ、いや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 、去年の冬前ですかね。ソーシャル、ソーシャルじゃないです。ソーシャルが流行る前です。サーズの時代じゃない？サーズの時代じゃないです。サーズの時代なんかねえよ。確かに。いやもう本当に。やばいね、あなたの参院での人気のなさ。もう本当にいろいろ考えましたね、本当に。寿司ボーイズ人気投票やってみる？やめましょうよ。今は良くない。今週、それ言うのはやめましょう。いやでもさ、ズームやりだしてさ、確かにさ、その、ズームの前はさ、取り巻きなんとかしろよとか、うん、確かに。取り巻き面白くねえんだよみたいなのあったけどさ、ズーム以降は、まあまあそういう声もまだあるけど、個々のキャラクター立って、面白いなみたいなコメントもあるよ。そうだよ。で、歌舞伎なんか一番ズームで株上げたんじゃない？そうですかね。だから、思い切ってこうやってみる価値はあると思うよ。歌舞伎が何番目に好きかだけ聞く？お客さんに。え？うん、なんだろうな、まあ正規メンバーは6人だけど、レアキャラのヤマトと、はい、すき焼き、足軽ぐらいは入れとこうか。9人中のお前の順位をコメントに書いてもらう。参加者9名で傷つくのが僕一人のシステムですよね、それでも万が一9分の9だったら、クビね。ちょ、きつすぎる。まあ、だから足軽かわいそうだから、足軽なあまりにも出てないから、本当にこの6人プラスヤマトすき焼き入れた8人でやってみようよ。ハイリスクノーリターンだよこれ。いや本当そうですよ。藤山が言ってるのは全員が8位8位8位だった場合ってことだろ。そう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 。ああ、それはお前クビだよ。確かに。今週のコメントは、まあ、おのおのの感想に最後に、歌舞伎は寿司ボーイズの中で何番目に好きですの、まあ、番号だけでもいいんでね、うん、書いてあげてください、はい、お願いします。お願いします。そう、じゃあヤマト行ってみようか。まあ、私もうね、あのタイに来て芸人やらせていただきまして、もう早いもんで5年経つんですけど、初めて来たのは15年前に、天ぷらさんと藤山さんと忍さんと初めてタイのチェンマイってとこに行ったのが初めてじゃないですか。十何年前って、もう、首長族の方とか、あとラフ族っていう、うん、本当にもう日本人と初めて会うような人たちとかが、もうずっとその、先輩方の下りで大爆笑してたから、今考えたらマジですげえなと思って、忍さんに、うん、お前あれ、どうなってんのみたいな話しかけといて、忍さんが、うん、あれはね、って答えた瞬間に、顔に短白っていうのが入ったんですよ、その人。うるせえ、プッって言って、顔に思いっきりビチャッ。最悪なノリじゃん。最悪のノリかもしれない。あとビンタするとかバージョンもあったんですけど、それでもう。まあ、そういうな、愛のある俺たちのノリでな。お互い、ターンをかけられても、文句を言わない中だったんだよな。そうです、でも。決していじめとかではなくてな。いじめとかじゃないんですよ、全然。首長族の人たち、ラフ族の人たちも、日本人真面目だと思ってたけど、面白いみたいになってて。で、あそこいろんな、まあ、外国の方がさ、首長族を、まあ、俺たちもそうだけど、お金を払って入って、はい、いっぱい首長族のね、お姉さんたちがいて、はい、いたのに、その、タン吐いてる時に、その、いろんな外国の方が首長族より、
タンハ貴族を見てたもんね。タンハ貴族。すごいな、この一族って。そうだ、タンハ貴族。腹抱えて笑ってたよ、こっち見て。めちゃくちゃ笑ってましたもんね。当時のタイってアフロヘアっていう方がいなかったんで。うん、あ、藤山のな。藤田さん見た瞬間で全員腹抱えてもらったじゃないですか、その時。撮影も最後、あのオルナミン C の CM で、うん、で、その山岳民族のラフ族の人たちに、そのアフロヘアをかぶらして、その時懐かしいなと、その写真ないだろうなと思ったら、ちょっと私見つけました、その時の撮影風景の写真を。はい、マジで？すげえじゃん。うわー、懐かしい。真ん中のでけえの藤田で、藤山で、周りが、ね、ラフ族って言うんだっけ？普通の髪型してるんだけど、俺たちが、まあ、はい、アフロ族にっていう設定にしたかったから、アフロ持ってったんだよな。そうだ、そうだ。気にしてくれてね、その、かぶりたいかぶりたいってみんななってくれて。そうなんです。それでやってるから、すっげえ面白いなと思って。まあ、この写真見つけてよかった。アフロ族に行けば、藤山はモテるっていう設定だったんだよな、それ取りに行った。はい、そうですね。そうだ、そうだ。その CM が日本来て、ね、CM バトルで、芸人、うん、いろんなバトルでやって、チンチンに滑ってたけどね。タイまで行ってさ、決勝まで行って70万制作費で出たんだよな。そうそうそう。はい、確か。で70万あればさ、海外行けるなっつって、4人で海外行って、はい、4人で取って、はい、ほんで、惨敗したよな。海外な、多分な。じゃあ、藤山行こうよ。はい。まあ、あの、先ほどの歌舞伎と同じような感じで、僕らもね、あの、長崎県で、町ブラの、やらせていただいてまして、うん、で、このコロナ禍の時に、ちょっと、まあ、長崎に行くわけにもいかないし、まあ、町ブラもできるということで、うん、長崎のご当地のを、うん、あの宅配便でこう送るので、家でもうこう開けるところから、そしてそれを調理する感じを、うん、あの動画に撮って送ってくださいみたいな。はい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 。楽しみにして、で、来たんですよ、うん。箱開けてびっくりしたのが、うんうん、出てきたんですよ。7キロのブリが出てきました。でかっ！おい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 、そうそうそう、お前んとこそうだったな。7キロのブリが、どうさばいていいかわかんない。まあ、嫁の知り合いのママ友が料理の先生やってるから、プロの人で、その方に頼んで、まあ、料理してもらったんですけど、だって、どんぐらいなんですかって、あ、お刺身に行ったら60人前だよっつって。マジか。それ食べたん全部。もうその向こうの家族とうちの家族ともう何日かかけてね、いろんな料理を作っていただいて。いただきます。なんかすごいね。俺たちの方はアワビだったんだけどさ、俺の家はね。それ調理したって言ってアワビだったから。アワビだったら全然できたし、俺がね。バター入れてとかね。一応このね、水産会社が、伝票があって、お礼を言おうと。はい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 。電話したんですよ。うん、でもその藤田ですって、あの、立派なブリ送っていただいてありがとうございましたって言ったら、うん、あら立派でしょって。テレビだって見てるから、あの番組。もう、ね、うち一番でかいやつ送ってあげたよって。あ、そんなぐらいの規模だったんだな、それは。なるほどね。じゃあ俺行くよ。何年前だろう、これ。すごい前なんだけど、東洋大学の、はいはい。川越キャンパスに、うん。まあ、トータルテンボス、学園祭に行ったんですよね。うん、まあまあ、藤田覚えてないと思うんだけど、第6回木漏れ日祭っていう名前でね、うん、で、なんかまあ、その学園祭ごとテーマみたいのがある大学、ない大学あるけど、この大学はなんかテーマがあって、ひらがなで和っていう、うん、和がテーマっていう年だったのかな。うん、うん、なのにだよ。その写真でこうパンフレット撮ってきたんだけど、うん、呼んだ出演者が、まあ、トータルテンボスの他に、わかるかな、うん、デニスとマテンローだったんだよね。デニス、マテンロー、トータルテンボスでワテっていうね。ブラジル、アメリカ、インドだからね。インドではないんですよ。あ、違うんですか。ユキオ、アントニー、サイババですよ。違う。アントニーはハーフですけど。全然和じゃねえじゃんっていうね。俺は純和ですよ。
そうなんですか。はい。サイババテイストにするならわかるけど、この時の藤田はただの坊主だからね。じゃあ最後さくら行こうか。はい。どんな写真？正直5枚ぐらいで悩んだんですけど。おお。つぼかポップコーンで今悩んでます。え？つぼ？つぼと？つぼかポップコーンはだいたい比べるものじゃないと。まあ、わかんない。大丈夫、わかんないけど。ポップコーンやっとこうか。上手、はい、すいません。そうですね。まあ一応ね。どんな写真？はい、見えますか、うん、映画館で、割引券がついてたんですよ。200円ぐらい、多分。ほう。で、量が多いんで、持って帰って3日ぐらいかけて食べようと思って、買ったんですよ、うん、でそしたらすぐにこのビニール袋あるんですけど、これに入れて持って帰る予定だったんですけど、うん、手が滑っちゃってすぐにばらまいちゃったんですよ。全部一人で見に行ってるのに、映画館に、映画館のロビーのポップコーン売り場の、ポップコーン売り場の、はい、あの、うん、机があるところで、机があるところでばらまいちゃった一人で、はい。おい、それは大変だったな。で、恥ずかしい、どうしようって思ってたら、うん、店員さんが、うん、大きとちりとりで取ってもらって、落としちゃいましたって言ったら、うん、無料で、うん、新しいやつまた同じの作ってくれました。よかったじゃないか。はい、そういった嬉しいエピソード。映画は何を見たの？スパイダーマンとかですか？スパイダーマン見たのか。だからさ、さくらもさ、手からピャッてこう出せたりしたら、うん、ポップコーンがこうこぼれた。全部な。ってやって、こう取り返せたのにね。そうだったなぁ。いやいや、兄さんが甘やかしすぎ。ちょっと。あればなぁ。ちょっと、ちょっと。ね、スパイダーのなぁ。無理無理。無理無理。いやー最高の話ありがとうな、さくら。ここがですの。ちょっと。いや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 、ということで、まあ、今回写真でトークでしたけれどもね、また、Zoom の機会で写真でトークやりましょうよ。はい。ということで、また来週、さよなら。